こんにちは、オイスティーです。楽しいサイエンスの時間がやってきました。今日は海岸に行って海の世界を探検してみよう。磯ではたくさんの面白い生き物たちに出会えるんだよ。特に潮が引いた干潮の時は観測するのに最適。でも出発する前にちゃんと準備しなくちゃね。何を持っていけばいいかな。まずは日光から体を守ることが大事。こんな風に長袖のシャツを着て、頭には帽子をかぶろう。海岸の岩は濡れてて滑りやすいから、足を守るためにマリンシューズを履こうね。サンダルはダメだよ。それから日焼けしないようにしっかり日焼け止めを塗ろう。最後に海には必ずグループで行ってね。出発前に潮の満ち引きの時間もチェックしておこう。これで準備は万端。それではレッツゴー。わー、今日はすごく潮が引いてるね。潮が一番引くのは満月と新月の時なんだよ。それじゃあ磯の一番奥からスタートして、潮の流れと一緒に岸に戻ることにしよう。ここは海に近いから小さなサンゴたちがいっぱい。生き物たちはサンゴに隠れるのが大好き。ゆっくりよーく注意しながら歩いているとすぐに何か見つかるよ。見て見て、あのへんてこな形のものは何だろう。あ、まんじゅうヒトデだ。動きがゆっくりで他の生き物たちが食べない自然のゴミを食べてくれるんだよ。サンゴも食べるよ。まんじゅうヒトデはサンゴ礁をきれいにするお手伝いをしてくれる。体はザラザラしていて5つの節に分かれているよ。そっと水の中に戻そうね。他には何がいるかな。あ、見て、これは太指シャコ。魚などを見つけると足から素早く強力なパンチを繰り出す怖いハンターだ。人間も傷つけるから近づきすぎないようにしよう。太指シャコはとても目が良くて、人間には見えない色も見えてるんだって。すごいよね。岸にだいぶ近づいてきたよ。岩の間の水たまりにたくさんの魚たちが隠れていて、潮が満ちるのを待ってる。この青いルリスズメダイは簡単に見つかるけど、こちらの黒空スズメダイの生態はとっても変わっている。この魚はなんと農業をするんだ。自分の縄張りに生えている糸草という藻類を他の魚から守って、育つようにせっせとお世話をして餌として食べるんだよ。いろんな敵から糸草を守っているよ。これくらいの浅瀬になるとサンゴがよく見えるね。サンゴは岩のように見えるけど、実は動物。ポリプと呼ばれる小さな生き物たちが何百万と集まって、時間をかけて硬いサンゴの骨格を作るんだ。体の中に住んでいる小さな植物たちが太陽の光から栄養を作り出し、それを分けてもらってサンゴは生きている。自分で海の中のプランクトンを食べることもあるよ。サンゴはヒトデなど他の生き物たちの住処にもなっているよ。このヒトデは長い触手を使って巻貝や二枚貝を捕まえることができるんだ。この触手一本一本の先に目がついてるって知ってたかな。周りにあるものを一度に見ることができるんだよ。この近くにヒトデの親戚でよく見かけるあいつがいる。そう、ナマコ。ナマコは海底の砂を飲み込みながらゆっくり移動している。砂に混ざっている小さな餌を食べて綺麗な砂を吐き出すんだよ。この磯には何種類かのナマコが生息しているよ。みんなは全部わかるかな。よし、潮が満ちてきたからそろそろ戻るとしよう。満ち潮の時に海水が一番高くまで上がってくる場所では、海藻など海の植物を見ることができるよ。泥の中にとっても上手に隠れている生き物がいるよ。ブリソデカラッパ。
特殊なハサミを持っていて、これで巻き貝をこじ開けることができるんだ。潮の一番高いところにはいろんな種類のカニが生息しているよ。これはルリマダラ潮招き。オスのハサミは片方が小さくて、もう片方はとっても大きい。大きなハサミはメスを引きつけるためだけについていて、このハサミが大きければ大きいほどお嫁さんを見つけるチャンスがたくさんあるんだよ。さて、今日の探検はこの辺りでおしまい。でも潮の高さが違う時に来ると、また違った生き物を見つけることができるよ。海に行くたびに新しい発見があるから、冒険はまだまだ続くよ。また次の探検で会おうね。沖縄の磯遊びについてもっと知りたいと思ったら、こちらのリンクをフォローしてね。最後まで見てくれてどうもありがとう。それじゃあ、バイバーイ。